あ、来たわね。千織、服の制作は順調か？ちょっと疲れてるように見えるけど。あともう少し工程が残ってるけど、エローフェに任せてあるわ。夜のファッションショーには間に合うはずよ。時間ギリギリだな。ハラハラするぞ。あ、でもお前はファッションショーに行かなくて大丈夫なのか？安心して、ユーサーの件もファッションショーも負ける気はないから。それに今夜はファッションショーの関係でユーサーの工房も稼働してないから、証拠を探す唯一のチャンスなの。あいつが先に悪さをしたのは事実だけど、こうやって無断で入るのも犯罪なんじゃないのか？奴の工房は普段から見学を受け付けてるのよ。今日は稼働してないとは言ってるけど、見学不可だなんて言ってないでしょ。私たちはただの好奇心旺盛なお客さんってだけ。何か問題でも？まあ、お前がそう言うなら。さあ、あれがユーサーの工房よ。時間がないから急ぎましょう。え、なんであんなところに建てたんだ？販売戦略の違いね。チオリアは高級品のオーダーメイド、やつは薄利多売。あそこに建てたのも多分賃料が安いからでしょう。なるほどな。でも薄暗くて不気味だし、オイラだったら絶対にあんなところで服を買わないぞ。全くその通りね。ここから気を引き締めていくわよ。なんかすごく汚いな。上にある服って本当にここで作られたのか？あっちを見て。うえ、水がめちゃくちゃ汚れてる。ここまで異臭が漂ってくるぞ。ユーサーのやつ、よくもうちの材料に問題があるって言えたものね。汚い手口で経営してるのはあいつの方じゃんかよ。彼の作った服は手触りがおかしいなって思ってたけど、コストを抑えるために工房でこっそり小細工をしてたってわけね。こんな風に作られた服を着て本当に大丈夫なのか？色あせや服が縮む問題はさておき、不正規の材料を使った服を着続けると肌のトラブルを引き起こしかねないわ。ひどすぎるぞ。早くこの証拠を取ってこうぜ。これであいつも法廷で言い逃れできないだろう。引き続き先へ進もうぜ。見た感じ倉庫っぽいな。うえ、ここもひどい匂いがするぞ。あっ、来た道が塞がれたぞ。どういうことだ？私たちが来ることを予測してたみたいね。そういえば千織、ユーサーはお前のことをよく知ってるって前に話してたよな。うん、実はユーサーは創業当時の経営パートナーなの。え？全然そういう風には見えなかったぞ。あんなに仲が悪いのに。フォンテーヌに来たばかりの頃、私も彼もデザイナーとしてファッションの舞台に憧れてた。その共通の目標に向かって一時期協力してたことがあるの。伝統にとらわれず、他人とは一線を画したデザインで人々の目を奪うような服を作りたい。それが私たちの夢だった。けど、周りからの不評を耳にし、投資家たちに首を横に振られるたび、ユーサーは自信を失っていった。そしてファッションウィークの前夜、彼は理想の服を作ることは無理だと結論付け、私と決裂したの。私は一か八かの覚悟で、全てをかけて臨んだわ。最後の日に、やっと納得のいく服を仕上げて、不安を抱えながら、
ファッションショーに赴いた。その結果、しおりは一躍有名になって、一方夢を諦めたユーサーは不正な手段で服を売り始めたってわけか。具体的な事情は私も知らないけど、しおり屋を開店して以来、彼が毎年のようにちょっかいをかけてきたのは事実よ。お前の成功に焼き餅を焼いてるだけじゃんかよ。かわいそうだなんてこれっぽっちも思えないぞ。とりあえずはここから出る方法を考えましょう。ファッションショーに間に合わなくなったら奴の思うツボだわ。やっと入り口まで戻ってきたぞ。ほう、これは予想外だな。下の方位から抜け出すとは。ユウさん、もう逃げ道はないぞ。お前の工房で犯罪の証拠を手に入れたからな。その証拠を握ってるお前らがここから出られるって根拠はあるのか。また警備ロボ、本当に懲りないのね。そんなことにつぎ込むモラがあるなら、もっとまともなことに使ったらどう？俺にとっちゃこれがまともなことだ。チオリアを潰すこと、それとも君の薄汚い服を作ること。ファッションがただの滑稽な茶番劇に過ぎないと証明してやることだ。無知な奴らが集まって騒ぎ立ててるだけでしかないとな。君はファッションの時流にとらわれすぎよ、ユーサー。むやみに合わせるのではなく、自分が作りたいものを作ってその時流を変えてみせるべきだわ。この後に及んで説教はやめろ。いずれお前もファッションの時流に屈する時が来るぞ。結局のところファッションとは世論の一種に過ぎないんだからな。ううん、ファッションとはある理念に対する人々の憧れを指すの。そしてチオリアの理念は絶対に屈しないということ。ファッション業界の長寿ことチオリアがどん底に陥った時、その理念がどれだけ馬鹿げたものか皆も気づくだろう。君のそのくだらない思い込みを証明するために私のブランドに手を出したの。昔の君はこんなんじゃなかった。人々の心を動かす作品を作りたいと意気込んでたユーサーは一体どこに行ったの。現実離れした夢を追うことがどれだけ馬鹿げたことか気づいただけだ。自分の夢を諦めた挙句、今やそれを蔑むなんて、全てを見透かしたかのように君は思い込んでるけど、自分が諦めた道が間違ったものだと証明したいだけでしょ。そうやってただ自分自身をごまかしてるだけ。正直今の君は本当に情けないと思う。情けないのはテイワット全土に自分のブランドを広めるなんて白昼も見てるお前の方だ。フォンテーヌにすらいられなくなるんじゃないか。君の言う通り、夢を追う人はみんなバカかもね。でもそんなバカになる勇気すらない弱虫どもの方がよっぽど情けないわ。なんだと。そうだぞ、ここはオイラたちに任せろ。ううん、君たちこそ先に行ってちょうだい。え、でもあいつ銃を持ってるぞ。大丈夫、先に会場に行って計画通り進めてってみんなに伝えて。ここは私が直々にあいつを懲らしめてやらないと。ジュリ、絶対間に合わせろよ。行かせるものか。君と協力関係にあった過去に免じて
今までは大目に見てあげてたけど、ユーサ君の工房を見学させてもらって考えが変わったわこの後に及んでなお口が減らないとは。過去に何を経験してどんな理由があったとしても、私の友人の言葉を借りればかわいそうだなんてこれっぽっちも思えないわ。チヨリというブランドに込められた意味をしかと教えてあげる。チヨリは一人の人間や一つのブランドってだけじゃなく、一つの理念なの。ファッションウィークへようこそ。チヨリアがお届けする声援をご覧ください。華やかで目を奪う一線を隠した美しさ、そして何より大事なのは絶対に屈しない信念、それこそがチヨリブランド。それでは来年の最近誌チヨリの登場です。チヨリ、まさか。先頭、ライトをこちらに。 It's showtime。 時代が変わり世界が変わっても、チヨリは変わらない。相手が誰だろうと、どんな壁に阻まれようと、チヨリは屈しない。たとえ時代が相手でも、チヨリはファッションの先端を駆け続ける。最後にお忘れなきよう。夢を追いかける道でいかなる困難にもくじけない人こそ、チヨリのブランドにふさわしい。では夢を追うすべての友人へ、ファッションウィークをどうぞお楽しみください。これでどう？もうちょい左。こう？うん、完璧ね。よいしょっと。うわー、いいわね。チヨリさん、写真を撮ってもいいかしら？もちろんよ。チヨリお姉さんがお店のロゴを作ってたなんて全然知らなかったよ。ファッションウィークが始まる前から用意してたのよ。ファッションショーで結果を出せたら掲げようと思ってね。テイワットを席巻するならブランドロゴぐらいないと。その点においてはスピナディロースらの方がリードしてたみたいね。言われてみればうちの魔術団もロゴを作った方がいいかな。ならそのロゴにはお兄ちゃんと私のトレードマークのファニーハットキャットとビックラキャットボックス、それからペールスも書かないと。じゃあペールスのことは腹ペコクールペンギンとでも呼ぼうか。じゃあ帽子の中に2匹の猫と1匹のペンギンが詰め込まれてる感じ？わー、あったかそう。狭そう。チヨリさん、写真もバッチリ撮れたし、旅人が渡してくれた証拠と合わせて明日のスチームバード新聞に載せられると思うわ。ありがとう、シャルロット。気にしないで。人々に真相を伝えるのは記者として当たり前のことだから。お礼に今度からベリテ君の衣装は全部無料で仕立ててあげるわ。キャハー！本当にいいの？もちろんよ。リネとリネットも遠慮しないで。今後公演で着たい衣装があればいつでも言ってちょうだい。ステージ衣装以外はダメ？オンに着るよ、チオリさん。
私は何もいらないからね。代わりにちょこちょこ顔を見せに来てちょうだい。私も何もいらないよ。これからも国際配達を頼むときは私を指名してくれればそれで十分。ああ、そういえばキララはいつ帰るの？スピナディロースらで人力車を手配しておいたからキララを乗せてみんなで送ってあげる。それは恥ずかしすぎるにゃ。ひひ、オイラたちも何かお礼がもらえるのか？もちろん、あとで。会場の秩序を乱し、スポットライトを無断で利用、また公共の場での武器使用および事前申請なしに危険な演目を実施。シュブルーズ、オイラたちの説明を。今述べた事項に該当するものを見かけたら、特巡隊隊長シュブルーズまで報告するように。罪状を並べるのは楽しい？びっくりしたじゃない。こっちのセリフだ。次また会場であんなことをするなら事前に知らせてくれ。もし事前に君に知らせてたら許してくれた？いや、だがせめて驚くことはなかった。それなりの見返りもあったでしょ。有害な商品を生産するサンドル川の腹黒工房の主をご丁寧に縄で縛り付けてあげたじゃない。行き届いたサービスだと思うけど。まあそういうことにしておこう。今日のところは譲っておく。まあまあ、ここにいる人はみんな友達なわけだし、これからみんなでご飯に行かない？スピナディロースらがおごるから。私はいい。まだ処理をしないといけない手続きがたくさんあるのでな。みんなで楽しんできてくれ。そうだ、チオリ、ここに来る途中ベンゲルさんに会った。お前への伝言を預かってる。はいはい、どうせすまないとか謝ってたんでしょ。わざわざ伝えてくれなくても結構。日を改めて彼の店に行って笑ってやるつもりだから。当たりだ。彼のことをよく知ってるみたいだな。君にもお礼を言っておくわ、シュブルーズ。当たり前のことをしたまでだ。それと、もう一つだけ言わせてもらおう。さっきのパフォーマンスは素晴らしかった。当然でしょ。さ、打ち上げに参加する人は回れ右して、私についてきてちょうだい。旅人、パイモン、景色のいいところでちょっと待っててくれる？ナビアには少し遅れるって言っとくから。君たちに渡したいものがあるの。景色のいいところ？あそこだな。わかったぞ。うん、すぐ行くから。お待たせ。そんなに待ってないぞ。でもなんでわざわざここで渡すんだ？はい、これ受け取って。これってブローチか？お、チオリアのロゴだな。ん？オイラの分もあるのか？まだ2つしか作ってないのよ。いろいろ考えたけど、やっぱり君たちに送ることにしたの。今回君たちにはかなり助けられたでしょ。それにずっと一緒にいてくれたしね。本当にありがとう。君たちの信頼に応えるためにも絶対に負けちゃいけないって、そう自分に言い聞かせてたのよ。でも一番の功労者はやっぱりチオリだぞ。ううん、違うの。これだけははっきり言える。夢に向かって長年走り続けてきて気づいたことがあるの。自分自身の信念や忍耐も重要だけど、一番大切なのは支え合える仲間だってことにね。一人でできることはたかが知れてる。もし今回君たちが助けてくれなかったら、私は本当に何もかも失ってたかもしれない。それはちょっと大げさじゃないか。
それよりファッションショーでお前が言ってたことの方がオイラは気がかりだぞ。もしチオリアの服を買う人がいなくなったらどうすんだよ。確かに偉そうな言い方だったかもしれないけど、私の素直な気持ちでもあるの。世間に妥協したくないし、ましてや誰かの言いなりにもなりたくはない。これだけは自信を持って言えるわ。チオリアの服は最高の品だってね。いいものは必ず人々に認められる。なら心配する必要はないな。じゃあそろそろ打ち上げに行こうぜ。ええ、そうね。でももう少しだけ今夜の景色を眺めていたいの。だってフォンテーヌに来てから最も美しい夜をこうして見ることができたんだから。